これからワクチン接種します。はい、はい、ありがとうございます。今接種の受付を済ませまして。はい、わかりました。あ、はい、わかりました。あ、お願いします。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。これ持って隣に行きます。はい、わかりました。こんにちは。はい、はい、おかけになってお待ちください。はい、はい、わかりました。じゃあ、15分間座ってもらってください。あ、はい、わかりました。はい、お疲れ様です。はい、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 わかりました。ここの時間まで待機していただいて、はい、はい、あ、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、どうも、ひろです。ワクチン接種無事に終わりまして、15分ね待機した後、まあ、帰っていいということで、まあ注射の方はもうあっという間に終わってですね、痛みもなく体調も別に何ら変わらずといった感じで、腕の注射のあれを見せましょうか。まあ、こんな感じですね。はい、全然痛くないし腫れてもないです。多分ね、あの百戦錬磨のベテランの方、若い人だったけど、ものすごいねテクニックを持った注射スキルでね、全く痛くなく終わりました。ありがとうございました。で、接種後にね、この紙を渡してもらいまして、接種した後症状が起こる可能性がありますよみたいな注意書きのね紙を、いただきました。で、これを読むとどうやら1回目は特に体調に、問題が起こることなことっていうのは割と少なくて、2回目に結構、患部の痛みだったり発熱とか、倦怠感とかよく起こるそうなので、まあ2回目はちょっとね、覚悟して受けようかなっていう感じなんですけどね。まあ、アナフィラキシーショックの説明書きなんかもありまして、まあ、皮膚のかゆみとか、腹痛、吐き気、視覚の異常、声のかすれ、蒼白、意識混濁とか、が主な症状みたいですね。多分ね、該当してるのはこの視覚の異常だと思うんですけど、まあ、多分これはただの老眼だと思うので、まあ、特に問題ないと思います。はい、ということでワクチン打ってきましたというご報告でした。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回会いましょう。バイバイ。